豚とアモングアスに襲われたらチャンネル登録よろしく。チャンネル登録高評価ありがとうね。ごきげんよう、トッポです。今回はね、ロブロックスやっていこうと思います。今回最強の UFO を目指すゲーム世界にやってきました。いや隣怖えな、目玉でけえなこの隣。よし、それではね、やっていきましょう。でね、これ自分の UFO がいて、ペットみたいにね、ついてくるんだよね。あ、なんだなんだ？あ、なんかやっちゃった。コインだ。あ、なんか宝箱、ログインボーナスかな？ちょっとやっちゃったね、これ。よし、まあ、ゲットだ。あ、これでゲットね。よし。で、今これね、自分の UFO がいるんだけど、この UFO を、ここに自然にいる人間にね、こうやることによって、さらっていけちゃうっていうね。さらうことによって、コインもらえる感じだね。で、こうやってコインを稼ぐゲームです。よーし。UFO を働かせまくって、コインを稼ぎまくろう。じゃあね。よーし。みんな、人間を取りまくろう。よーし、こいつは？こいつ結構体力あるね。上の数字が、これ体力だね。80もあるよ。よーし、じゃあね。いいね、いいね。人間集めてこう。この人間、180も体力あるね。あ、ちょっと削りにくい。こいつはちょっと強いよ。でもまあ強ければ強いほど、コインもね、もらえる感じなのかな。よし。この人間をいただこうか。こうね、プレイヤーとか、視聴者さんはさらえないのかな。まあ野生の人間だけさらっていこう。あ、これなんだ？あ、なんかペットガチャもあるんだね。やってみよう。さて、レア度高いの来てほしいね。レア！いや、珍しい恋。レア、レアか。まあいいや。イエローバニーゲットしました。ちなみにこのなんかいろいろやってたらね、ハートメガネゲットしたんだよね。まあ今更だけどね。いや、隣怖えな。で、ここに UFO ショップがあるんだけど、ここで UFO を強化できたり、あ、できるのかな？アップグレードできそうだね。青い UFO から1000コイン使うと、オレンジ UFO になる。アップグレード。よーし、これちょっとね、UFO の性能が上がったかな。これとかなんだ、ちなみに。あ、こ課金ね。これは、いいや。なんかこのペットがピカチュウみたいで可愛いね。そして UFO は、お、オレンジ UFO になりました。なんか夜だから綺麗に見えるね。ちなみに次のステージ行くには、1000コイン必要だね。ちょっと頑張って1000コイン貯めていこうかな。よし、人間をさらいまくろう。いよいよ早いね。めちゃめちゃ性能上がってる。よし、ゲットだ。コイン、ありがとうね。さあ、君も、いただき、よーし。ねえねえ、君の後ろに、僕がいるんだよ。あ、じゃあね。よーし。人間も集まってきたね。いや、コインも集まってきた。よし、じゃあこれで、こっちのステージに行けるということで、1000コイン使って、来ました、新しい世界。あ、こことの人間、ちょっと強くなってんのかな？体力が、200とかあるね。硬そうだ。でもやっぱ硬い分、コインももらえるのかな？待って。ちょっとペットガチャここもあるね。ちょっとやってみようかな。さて、なんかいいの来てほしいね。さあ来い、レアレア来い。一番だったか。外れだったね。まあいいや、豚でも。よし、じゃあこれをセットして。わ、これプロになると、見た目が宇宙人になるのかな。宇宙人になるまでやり込みたいね。よし、じゃあ君を襲いましょうか。いいね、嬉しそうだね。よし、もう少しで UFO に行けるよ。あ、じゃあね。じゃあね。これやっていこう。あ、こっちのステージにも、宝箱があるんだね。あ、3000、これ結構いいの来たんじゃない？めちゃくちゃ手に入れました。じゃあ UFO ショップに行って、何か強化していこうかな。さて、あ、ちょっとこれ買おうかな。これ、二つ目の UFO だね。これ買って効率アップしとこう。OK。じゃあさらに、三つ目の UFO も買っちゃおうかな。買った UFO は、レベル低いから、
このレベルアップしていこう。均等にレベルアップしていこうかな。よし、これでかなり効率アップしたんじゃない？ UFO4 つになったね。最強だ。あ、でも UFO4 つのプレイヤー結構いるね。みんな課金してんのかな。まあ、とりあえず次のステージ行くには5万だね。5万貯めるまでちょっと頑張ってか、この辺で。わ、こいつ結構体力あるよ。1000か。よし、もう少しであの世に行けるよ。待っててね。よし、じゃあねー。じゃあねー。帽子もなんかいろんなのを手に入れたよね。一番いいのは、これかな？これなんかコイン5倍になってるね。これもじゃあ取り付けよう。あ、ダメか。2つまでなのかな？よし、新しい帽子取り付けました。サメなのかな？よし、これで効率アップしたかな？コインの取って？あ、もう5万コイン貯まりました。早いね。よし、次の世界に行こう。なんかこれ、ペットシミュレーターと似てるね。ペットが UFO になったみたいな。そんな感じだね。さあ、みんな来れるかな？みんなは。よし、じゃあ先行っちゃうか。じゃ、君をいただこう。君もいただこう。君もいただこう。君もいただこうか。一気に、まあ、UFO が4つあるから、4人一気にいただけるね。よーし、人間食べ放題だ。いや、食べるかわかんないけどね。こうやって人間ゲットしてるけど、人間何すんだろうね、こんな集めて。よし、もう集まってく。コインも溜まってくね。ゲットだ。たまに帽子とかも落とすのかな？よし、届き。あ、一気に、UFO4 つで襲ったりもできんだね。じゃあ強いやつには、こう一気にね、みんなで狙った方がいいのかな？よーし、じゃあ君もいただきだ。硬いね、君。よし、もう少しで、体力ゼロになるね。いただき。あれ？どうした？あれ？吸い込めなかったよ。あれ？なにこれ？バグかな？この人間吸い込めなかったね。いや、硬かったのに。こいつ狙うか。こいつやば。2万もある。おー、なんだ、おー。吸い込めた。一瞬で吸い込めた。そして、13万貯まりました。次の世界いけるんじゃないか？ 2M？ 次。2M って ?200 万ってことかな？無理だね、まだ。多分200万貯めないといけないね。次の世界は、めちゃくちゃ貯めないといけないな。まあ、頑張るか。よし。なんかこの体力のめちゃくちゃある、爬虫類みたいな顔してるやつね。いただけるね。もう半分で。さあ、あとちょっとでゲットできるよ。どれぐらいコイン稼げんだろ、こいつ。さあ、いけるよ。来た。じゃあね。こいつは美味しいだろうな。いや、食べるわけじゃないけどね。さあ、おー、すげえ。お、一気に160万も貯まった。あとちょっとで200万だ。ここの UFO ってところで、あ、UFO の強化できんだね。わざわざショップに行かなくてもいいのか。よし、じゃあ均等に、ちょっとレベルアップしていこう。お金使っちゃおうかな。よし、いろいろアップグレードしてきました。UFO の色をこんな感じだとね、黒い UFO が2つ。これどれぐらいになったかな、効率。はえ、体力1000の人間、一瞬で吸い込めちゃうね。よし、吸い込めろ、お体力。12000も一瞬。12000とかもう、この辺の人間なら、すぐ吸い込めちゃうね。よし、コインも取りまくって。オッケー。やあ。顔の見た目変えました。よし、とりあえず、200万コイン貯めたんで。次の世界行けるね。次なんか道路っぽいね、なんか。こっから、住宅街なのかな？よし。わ、この辺の人間1万だよ、体力は。まあ、もう一瞬で吸い込めちゃうけどね。そして次は 50M 貯めないといけないのか。今回はね、宇宙人になりきって、人間をさらいまくるしかないね、これもう。次の世界行きたいからね。
よーし、みんないただきだ。いや、でもコイン貯まるスピードめちゃくちゃ速いね。もう2000万貯まった。もう3000万貯まったよ。これならすぐ次のステージも行けそうだね。よし、とにかく進みまくるよ。てか、このゲームの世界の BGM が眠くなりそうな BGM だね。この動画、眠る前にのおすすめかもしれないね。よーし、とりあえず、6000万貯まりました。7000万貯まりました。次の世界行きたいと思います。よし、さあ、鍵を開けて、来ました。この辺の人間は、めちゃめちゃ体力あるね。なんだこの桁。25万とかあるのか。よし。吸い込むか。どうだどうだ？あ、いけるね、意外と。じゃあこの辺のペットガチャもね、やっとこう。さて何が出るかな？いいの来てほしいね。よし、とりあえずペットと見た目をね、変えました。髪が生えてきた、ついに。夢だったんだよね、髪生やすの。いや、嬉しいな。青い髪の毛が生えてきた。次の世界行くには、1B 貯めないといけないね。あ、溜まってるかな、1B。どうだ、これ桁的に、あ、溜まってなかった。わかんないな、この桁。よし、とりあえず。まあ、UFO のレベルも上げていこうか。UFO のレベルを上げることも大切だからね。均等にレベルアップしていって。よし、これで最強の UFO へと近づいたんじゃないかな。さて、2M の人間も、一瞬で吸い込めていきました。じゃあね。いいねね。この UFO、一家に一台は欲しいね。いや、ということで、1B 溜まりました。ついに B まで溜めちゃったね。B はビリオンだね。よし、1ビリオン使って、次の世界にやってきました。誰か踊ってるね、木の上で。じゃあ新しい世界に来たら、ペット開けて。よし、いいの狙ってこう。で、この辺の人間もね、いただいていきながら、うわ！珍しい、来ました。紫フクロウだね。早速じゃあこれを外して、新しい紫フクロウを取り付けました。よし、これでさらに効率アップしたんじゃないか。いやー、10ビリオンを貯めました。さあ、次の世界、進んでいきましょう。よーし。いやー、どんどんこれ進んでいっちゃうね。限界あるのかな？次は、500ビリオンか。結構貯めないといけないね。よし。とりあえず、新しいワールドに来たら、ペットガチャやっとくか。さて、あれ？あ、お金がなかった。ちょっとコイン貯めないと。よし、この辺の人間はどうだ？あれ？オッケー、ゲットしたね、コイン。この辺の人間も硬いね。人間の体力がめちゃくちゃ上がってきてるね。さあ、何来る？すごい、来てくれ！来た、すごい！すごいよ！レア度めちゃめちゃ高いんじゃない？よし、早速すごいの、ダークモンキーを取り付けよう。来ました、モンキー。もうコインの溜まるスピードやばすぎて、桁が意味不明だね。とんでもない世界までやってきた。始めた頃はね、ちびちびコイン貯めてきたけど、もうこの辺めちゃめちゃ稼げるね。まあ、目標はね、500ビリオンなんで、500ビリオン貯まるまで、やり込もうと思います。てかもう、溜まりそうだね。じゃあ次の世界、進んでいきましょう。来ました、ここ。あれ、なんか次の鍵。3？ 宇宙人コイン3個必要だね。ちょっとこれ取っとこう。よしよし。あ、そういえば顔の見た目変えました。なんかバケツ被ってんのかな？錆びたバケツ。さあ、もう少しでいただけるね。さあ、来るよ。来ました。おー、間違えた間違えた。バイバイってやると思ったら踊っちゃったよ。いつもの癖で。いつも踊るのが癖なんだよね。てかなんかもう2ティリオンも溜まっちゃってる。あ、ここで、あ、1ティリオン使うことによって、1コインもらえるってことか。え、これ再生だから、もしかしたらリセットされちゃうかもしんないね。まあ、ちょっとやってみるか。あ、やっぱ、やり直しだ。
リセットされた。あ、でも宇宙人コイン1個もらえたね。あとペットとかは、あ、そのままなんだね。 UFO はリセットされてる。 UFO は最初からになっちゃってるね。でも最初からペットとかこのね帽子とかもいいのだから結構稼げんじゃない、ここでも。おー、もう最初の時点で5万6万と貯まったね。もう一気に進んでいけちゃうね、これ。よし、もう効率アップした状、もう最強の状態からね始められるから、どんどん進んできちゃうね。じゃあ、あと宇宙人コインが2個必要なんでね、やり込みたいと思います。やり込みました。宇宙人コイン3個集まりました。そして、いや、目玉になりました。ついに目玉になっちゃった僕も。この目玉の装備はね、最強の装備だったんだよね。これ結構効率アップするから、これ取り付けてね、人間いただき、じゃあね。よーし、それじゃあ次のワールド行くか。いや、宇宙人コイン3個で行ける世界だね。来ました。もしかしてここまでやり込んだの僕だけ？最初フレンドの皆さんがね、いっぱいいたけど、ここまでやり込んだのは僕だけだね。よー、そして、この辺の人間やばいな。宇宙人コイン50個？次。あ、ここの、宝物があった。さては、これトークンもらえるんだね。よし、20個ゲットしました。あ、しっかり拾わないと。よし、これでゲット。ってことは、残り30個だね。30貯めるの大変そうだな。30回やり直さないといけないってことだからね。これは大変だぞ。まあ今日はこの辺にしとくか。まあここまでたどり着いたね。最強の UFO になったんじゃないでしょうか。よし、ゲットだ。まあ今回もね、やり込みを食って最強の宇宙人になり、最強の UFO になりました。またね、やり込み系のロブロックス、面白いの見つけたらやっていこうと思います。じゃあね。